中日ドラゴンズ鵜飼航介フェニックスリーグ6号ホームラン。10月10日から宮崎で開催されているフェニックスリーグで鵜飼選手は10月27日に第6号ホームランを放ちました。ようやっとるよ。こいついつもホームラン打ってんな。すごい。さすがに2軍レベルではないんやな。中田翔と同じレベルやんけ。水分でやれ。鵜飼は来年ブレイクするね。あとは守備だけやな。中田翔ラインまで上げてきた。これ以外と当たってるよな。山川4本、山本博人5本とかも。この中で活躍する人としない人の差は何やろ。シーズン中も結果残してるか否かなんかな。龍の未来になってるな。去年のビッグ3全員当たりじゃね。来年は2割2分20本頼む。龍の未来不確かですさ。まさかの2021ドラフトで中日が一番の勝ち組やったか。鵜飼ってそもそもファームだとかなり打ってたやろ。すごすぎ。うちほんま飛距離はすごいんよ。来年マジに頼むぜ。覚醒あるで。実は秋季リーグも打ってたから秋に強い説。中日が日本シリーズ出れたらええわけやん。音がえぐいわマジで。もう2分に置いとく必要はないな。来年はフルで頼む。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。